ようございます、ももです。とあ、今日は朝から撮影で熊本に行くんですけど、お出かけまであと5分です。これは嘘、これは嘘。と今日は、企業さんの撮影で熊本にちょっとね朝から向かうんですけど、今日はお仕事がある日の、メイクをね、普段やってるメイクを今日は一緒に皆さんの Get Ready With Me で動画撮っていこうと思います。とまずはね、目を覚ますためにお風呂に先上がって、お風呂上がってすぐバイオをね一応塗ってから髪を乾かしてて、また今から一からちゃんと化粧水などやっていきたいと思います。ちょっとね、最近なんかおでこのニキビがひどくて、オルビスの薬用クリアローション、これはしっとりタイプをちょっと使っていきます。あとね、お家を出るまで30分時間があるので、20分で全部身支度終えるように頑張ります。まずはね、パッティングしながら保湿をしていきます。今日ね、寝てないんですよ。なんかね、寝れなくて一睡もせずに今日ちょっと撮影に向かうっていう、ちょっとね、今日はやらかしましたね、完全に。なんかね、最近ちょっと目がね、常にすごいキンキンにされてて、なんか寝れなくてですね。まあまあまあ、レッドブル飲めばなんとかなる。やっぱみんなこの朝早い日ってめっちゃメイクとかバタバタでやりませんか？もう私いつもバタバタでメイクするんですけど、もういつもは全然こんな余裕持ってメイクしません。やばくないですか、これおでこのニキビ具合やばい。ちょっとおでこだけパックしとこう。そして次はベリーフのモイスチャライジングボムという水分クリームを使います。ベリーフの水分クリームお気に入りで、2個目ですね。これはお出かけまであと30分です。はいはいはい、急ぎましょう。私今水分クリーム3つ持ってるんですけど、ベージュチューの水分クリームとアビブの水分クリームとベリーフの水分クリーム3つ持ってるんですけど、3つ持ってる中で一番保湿力が高いのはベリーフが高いです。もうね、目の周りの乾燥尋常じゃないので、ちょっと重ね付けします。ちょっとね、今日寝てないのでね、目の充血がかなりひどいと思うので、目のアップをせずに今日はメイクちょっとしたいと思います。で、ベージュチューのリップバームで唇を保湿します。今日はできるだけ時短アイテムを使ってメイクをしていきます。まずはポール&ジョーのパールファンデーションプライマー、これは化粧下地ですね、02番を使っていきます。これを顔全体にのせて伸ばしていきます。そして時短アイテムといえばこちらのクッションファンデですね。 LOL のビッグパンパンドットクッション、これは SPF50+ PA が 3+ 入ってるものです。色はナチュラルベージュを使います。このクッションファンデ今まで見た中で一番でかいクッションファンデですね。パン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 とやってカバーしていきます。そう、これね、結構ね、カバー力もね、高いクッションファンデで気に入ってます。これね、ちょっと白いんですよね。なんかね、クッションファンデ白いの多い。ナチュラルベージュとか全然なんか私には白いですね、これは。でね、あとね、お化粧の仕様にもね、ミニサイズをね、今日は持っていきます。で、そしてこのままメイビリンのコンシーラーを使っていきます。ね、もうクマがやばいんでコンシーラーだけは塗らないと。スポンジを使ってもう叩き込んでいきます。そう、今日ね、撮影しに行く場所がね、私の知り合いの方からね依頼されているので、あのビデオブログもね撮っていいよと言っていただけたので、ちょっとねビデオブログもね紹介がてらに撮ろうと思うので、ぜひ皆さん最後まで見てください。今日ははい、コンシーラーも終わってね、ちょっとクマをしっかりカバーをしたので、まあ、いつも使っているロラメルシエのルースセッティングパウダーを使ってベースメイクは終わりです。このパウダーを軽くのせて、やばいやばい、時間がない。
はい、これでベースメイクの完成です。今日はこのままチークに行きます。今日使うチークはスックのピュアカラーブラッシュ、色はつぼみ咲きというカラーを使っていきます。これを混ぜてふわっとのせて、なんかちょっと混ぜるとオレンジっぽくなりますね。はい、こんな感じでチークを入れたら、セザンヌのアイブロウペンシル、色はオリーブブラウンを使っていきます。セザンヌのアイブロウペンシルがお気に入りで、こればっかりちょっと使ってますね。はい、こんな感じです。で、反対側も同じように描いていきます。はい、これで眉毛は完成です。これも私の中では実感アイテムの16ブランドのアイマガジン、色はハローマンデーというカラーを使っていきます。ついてるブラシでこうやってなぞって、こんな感じで目元をなぞるとアイシャドウができちゃうっていうアイテムです。こんな感じでなぞるだけでね、簡単にアイシャドウがもう完成しちゃいます。下まぶたの方にも軽くブラウンを入れて、反対側も同じようにやっていきます。で、軽く指でこうやってなじませると、さらにいい感じに仕上がるので。で、アイライナーも私は目尻側だけちょんちょんと引いていって、で、ビューラーで軽くまつげを上げて、で、ちょっとね、ケイトのマキシマイザーをマスカラ下地として塗って、で、ヒロインメイクのマスカラをのせて、アイメイクはもうこれで完成ですね。マスカラはいつももう上だけのせてます。はい、もうこれでアイメイクは完成です。で、一応ね、ノーズシャドウもいつも必ず入れてますね。何があってもノーズシャドウだけはいつも入れてます。お出かけまであと5分です。やばい、急ぎます。で、最後にボンボンティントグロスの色は11番のこちらのリッポンタラ完成です。はい、これで完成ですね。終わりです。メイクは髪の毛をちょっとさっとやります。お出かけまであと3分です。やばくない？3分で髪の毛やらなきゃ。と、基本私はもうストレートです。もうね、巻いたりとかしてる時間ないんで、もうストレートでパッパって適当にストレートで、もうそれか髪を結ぶかどっちかですね、いつも。もうね、ほんと時間ない時が多いから結んでることが多いですね。髪の毛は1分半あればなんとかなる。ちょっとね、前髪がペタンコすぎるので、家出るギリギリまでこれやりたいと思います。はい、というわけで結構慌ただしくメイクしたんですけど、まあ、お仕事の日のこういうメイクは、まあ、ナチュラルですね。ナチュラルにメイクをしてます。よし、じゃあ急いで、機材持って新幹線に、乗りたいと思います。じゃあ、ここからはビログに変更したいと思います。